回のキックオフ石川はこちら。サッカーボール来い、サッカーボール来い。こんにちは。今回は明治安田 J3 リーグ奈良戦です。シーソーゲームとなりました。本当にハラハラしました。チームの成長と新たな課題が見つかる試合になりましたね。連勝を目指す白のユニフォーム14位ツエゲンは12位奈良と対戦しました。立ち上がりからロングボールを効果的に使い流れをつかんだツエゲン。前半18分には梶浦のクロスが大谷に渡ると見事なボレーを決めて先制点。マクサス出身大谷隼人の今シーズン初ゴールで1対0とします。先制しましたからね。これでいい準備してましたね。その後奈良の反撃を受け前半39分にゴール前の混戦から同点に追いつかれ1対1で試合を折り返します。制限は後半9分梶浦のクロスから戸下優勢のゴールで勝ち越し。今シーズンから加入した戸下の初ゴールで2対1とします。ところがその4分後同点に追いつかれ2対2。すぐちょっと追いつかれちゃった。さらに後半20分には逆転を許し2対3。このまま試合終了かと思われた後半アディショナルタイム、コーナーキックから梶浦優希。すごい。これ梶浦の2試合連続ゴールで3対3。試合はこのまま引き分けで終わり、ツエゲンは連勝とはなりませんでしたが勝ち点1獲得です。なんだろう、まあ、滑りそうだなっていうのは相手のちょっと見てて思ったんで、ゴールに強く蹴り込むだけでした。なんかちょっと滑るんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたけど、カジからいいボールが来て、まあ、自分は本当当てるだけだったんで、試合後カジに聞いたら結構適当に蹴ったって言ってたんでまあでも入ってよかったです。今日の試合、まあ、点は取れたんですけどやっぱ勝ちきれなくて、まあ、自分も競り合いの部分だったり収める部分だったりまだまだまだなところがあるんで、まあ、そこをチームとして改善しながら勝って J2 行けるように頑張りたいと思います。辰巳さんは現地組でしたよね、はい、そうなんですよ。やっぱりゴール裏で見てたんですけども、サポーターの熱気がすごかったですね。2得点目の戸下選手の、ね、はい、うん、今シーズン初ゴールの瞬間、はい、最高でしたね。戸下選手すごい空中でも競り勝ちますし、ゴール前でもいいポジションに入るので、すごいフォワードとして最強だなと思いました。湯川さん、まあ、いいところと課題と両方という話が出ましたけど、はいはい、この試合はどうでしょうか。まあ、まずはこう2回リードをしっかり取れるっていう、はい、まあ、なのでまあ内容としては本当は勝ちたかったんだろうなっていう、うん、でまあ、とはいえ逆転された後に最後に追いつけるっていうところはチームとしてやっぱり成長、まあ、メンタリティであったりとか諦めないところっていうのがチームとして表現できているなと思います。まあ、課題としてはね、やっぱりクロスからの失点っていうのが非常に多かったので、まあ、そこを上げさせないっていうところと、上げさせたとしても中での対応っていうところが、まあ、新たに見つかったね、まあ、成長するための課題なのかなと思いました。続いてはこちらです。くじ引き、去年放送したくじ引き PK 対決、それぞれがくじで引いたボールを使う PK 戦で、用意したボールは大小さまざまな6種類。前回はツエゲン金沢のアカデミー出身で大人気 TikToker 木村太陽さんとヒロイさんが対決。カラーボールショー、結果はなんとヒロイさんの勝利となりました。すごい。そして今回は太陽さんと辰巳さんの対決。ただしハンデとして辰巳さんには一度だけゴールキーパーをヒロイさんに代わってもらえるというルールです。では最初のくじ引きです。サッカーボール来い。ラグビーボール、いいんじゃないの。カラーボールショー好きだな。アイドルには負けられないですか。はい、アイドルには負けられないです。できるできる。それではお願いします。オッケー。おりゃボールが難しいですね。そんなことでは動揺しない。
太陽さんが一歩リード。2回戦は辰巳さんがバランスボール、太陽さんはサッカーボールを引き当てました。マキアンさん、では2回戦まずは辰巳さんから。辰巳さん、作戦は？作戦ですか、ちょっと見とってください。なんかあるんすね。なんかあるんすね。いいよ、OK、OK。あれ、何あれ？ちょっと待って、ちょっと、ヒロイさん後ろ、やばいよ。え、なんだ？ヒロイさんに話しかけても。違う、見た方がいい。あらあああ、でも今いいフェイントじゃなかったですか？よそ見作戦不発。これで太陽さんが決めれば勝利となり、後がない辰巳さんはゴールキーパーヒロイを投入。ヒロイとモノブお願い、できるよできるよ。あーやった、運が味方に。た気になったな。3回戦に来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。3回戦は辰巳さんがサッカーボール、太陽さんはラグビーボールとなりました。辰巳さんはこれを決められないと太陽さんの勝利となります。ねえ待って、もうテレビっぽいね。やらしいじゃないよ。意外と PK のうまい辰巳さん、はい、お願いします。普通に止められた。手も使わず。見事太陽さんの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとお試しコーナーやってみましたけど、太陽、はい、さんどうでしょうこのコーナー。いやー面白いんで、石川現住で子供たちみんなやってくれれば面白いと思います。はい。お知らせの後は女子サッカー部員が挑戦した指導者講習会の話題です。キックオフ石川。キックオフ石川。七尾高校で3月23日から2日間にわたって行われた D 級コーチ養成講習会で、1年間で2センチ伸びたらね、 U12 年代の子どもたちにサッカーの楽しさを伝えられる指導者を養成するためのもので、今回は七尾高校女子サッカー部の部員15人が参加しました。たくさんいらっしゃいますね部員。今回のこの講習は小さい子どもに対して そのアプローチの仕方だったりとか、サッカーへの教え方ってところで、どうやったら子どもたちに楽しくサッカー一緒にできるかとか学べたので、よかったなって思います。サッカーをし始めたのが高校からで、キャプテンっていう立場になってから自分たちで練習メニューを考えるとか、ちょっと自分が指導者の立場に立つような機会が増えて、なかなかうまくいかないこともあって、どうやったらみんなにうまく伝えられるかなどを学びたいと思って、この講習会を受けようと思いました。講習会では子どもたちの発育に合わせた指導方法や、あらゆる暴力や差別、ハラスメントから子どもたちを守るセーフガーディングなど、さまざまなことを学びます。もちろん座学だけでなく実技も。いろいろなシチュエーションやルールでゲームを行うことで、子どもたちの個性を引き出したり、考える力を育てたりします。将来は、体育の先生になって、部活とかでも女子サッカーを教えて、この石川県のサッカー女子サッカーの普及に、少しでも貢献できたらなって思ってます。女子サッカー部員が指導者の講習を受けるという内容でした、辰巳さん。はい、サッカーをこうやってプレーするだけじゃなくて、はい、こうやって指導者目線で教えてくださるっていうのはすごい視野も広がりますし、はい、サッカー選手になりたいんじゃなくて、こうやって指導者になりたいよっていう女子サッカーしてる子でいると思うので、はい、やっぱこうやって講習会あるっていうのは素晴らしいことだなと思いました。指導者としてのサッカーの見方をすることによって、今みんなプレイヤーだと思うんですけど、はい、こういう意図がある練習なんだなっていうのが分かると、より練習の効果とかっても上がるんですよね。で、自分がどんどん上手くなるっていうことにもつながるので、指導者のライセンスを、ね、取るっていうのはね、すごくいい試みだなと思います ね。 そうですね。ここで生中継のお知らせです。 HAB では4月14日日曜日、明治安田 J3 第10節 YSCC 横浜戦をこの3人で実況生中継でお伝えします。
そこよりも詳しい解説でお届けします。テレビの前で一緒に盛り上がりましょう。そしてもう一つお知らせです。ゴールデンウィーク招待企画があるんですよ。スウェーデン金沢ではゴールデンウィーク中に開催される岐阜戦と鳥取戦に石川県在住の方合計で500組1000名様を招待します。ゴールデンウィークはスタジアムでスウェーデン金沢を応援しましょう。ではまた来週です。せーの、キックオフ石川。